こんにちは、しつけ講師の素直です。今回は視聴者さんから寄せられたご質問に動画で回答したいと思います。質問はこちらです。ちょっと読みますね。今日は相談です。合わせから一重から薄物への衣替えの時に帯や小物などの切り替えの順番やタイミングというのはあるのでしょうか。ネットで見ていても諸説ありという感じで迷ってしまいます。気候に合わせて自分なりに自由に楽しむのを基本としつつも、できれば周りの人の季節感と乖離しすぎない合わせ方ができればなと思っています、というご質問です。衣替えのタイミングというかトータルコーディネートについてのご質問ですね。まず前提として教科書的なルールをちょっと表にまとめてみました。こちらです。私なりに一番教科書的なルールをここに表にまとめてます。教科書的ですよ。地域とかその都市どんな暑さなのかとかにもよるんで、もうほんとケースバイケースなんですけど、一番の基本はまあまあこんな感じです。着付け教室の流派なんかによっては、まあちょこちょこ細かいとこ言うと違ってくるかもしれないんですが、これ一番基本やなって思います。ざくっと説明させてください。上から1月から12月までになっていて、着物と帯と帯揚げと半襟をまとめてます。まず着物からいきましょう。1月から、まあ、4月5月ぐらいまでは合わせです。裏地のついてる着物のことです。そして10月からまた寒くなってきた時も合わせ、裏地がついてる着物を着ます。合わせ仕立てですね。でこの辺ですよ、重要なのは5月6月は一重かなっていう感じです。ほんまのほんまきちっとした規律を守るような、なんやろ、お茶の席とか、あと着物のルールに厳しいところなんかやと6月だけ一重、あと9月一重、その一月間合わせて2月のみ一重っていう考え方もありますが、最近はもう5月でも暑いので5月6月は一重っていう考え方が広まってきてると思います。そして7月8月は薄物、透ける着物のことですね。そんな感じで着物はこういう風にルール付けがされています。例外はありますよ。とりあえず教科書的な説明させてくださいね。次、帯いきます。帯はもうほんまにいろんな種類あるんであえて書きませんでした。合わせの時期に合わせる帯はもうほんといろいろあります。肝心なのは5月以降です。5月6月一重の着物を着るときは一重帯っていう帯を合わせるのが良いとされています。一重帯って何かというと、裏地のついてないペラペラの帯のこと。例えば博多とかつづれとかですね、そういった一重仕立ての帯を一重には合わせる。そして7月8月真夏になってくると夏帯、透け感のある帯、例えばローとかシャーとか、ラーとか朝とかロつづれとか、博多で言ったら車検場とか透けている帯を合わせます、真夏はね。で9月になったらまた着物が一重になるんで、帯も一重仕立ての帯といった感じになります。次、帯揚げです。帯揚げは合わせの時期はまあちりめんとかリンズとか絞りとかを合わせるんですけど、この辺ちょっとグレーゾーンなんで後で詳しく説明しますが、5月もこうちりめんとかするかな。で6月はロ、夏の生地ですね。ロとか洋流っていう、縦絞とかも言うんですけど、ちょっと細かい絞が立ってる生地のものを選びます。ちょっと夏っぽくなるんですね。で7月8月も夏のコーディネートするときは帯揚げも夏物です。ローとかシャーとか朝とか涼しげなものを使います。で9月はまた一重のコーディネートになるんで、ローとか洋流とか使いますね。次、半襟です。半襟はもう大体帯揚げとめっちゃ似てるんですよ。違いは半襟は塩瀬、塩瀬が一番一般的です。合わせの着物には大体塩瀬かなって感じ。他にはちりめんとかリンツとかもありますよ。それで6月だいぶ暑くなってきたらもうローの半襟しちゃってもいいし、洋流っていう一重の時期に合わせる生地があります。ちょっと脂肪が立ってるものです。そういったものを合わせます。で7月8月真夏のコーディネートにはローとか朝とか夏の生地を使いますね。で一重の時期9月は6月と同じようにローとか洋流とかが向いてます。そういった感じで、これ大体でいいので覚えとくと便利かなと思います。今回はこの
コーディネートについておしゃれな組み合わせみたいなのを考えていきたいと思うんですね。もちろんこの表の通りに着物は一重やったら一重帯して廊下要流の帯揚げして廊下要流の半襟してっていうのをガチガチに守ってももちろんいいんですけど、実際のところ例えば4月でももう30度近くなる日もありますよね。とかいやいや7月やけど結構涼しい日とかいろいろあります。着物は衣服ですのでフォーマルシーンでもない限りは快適性とか周りからの見た目暑苦しくないかなとか素敵に見られたいなみたいなそういったところを重視していいと思ってるんです。このルールをガチガチ守って汗だくで着物をね一生懸命着てるよりも周りが半袖の時は着物もこのルールを破って涼しげに着てる方が絶対素敵やと思うんですよ、カジュアルシーンの場合ですよ。なので一つだけ私が気をつけているコーディネートのポイントをお伝えしたいと思います。それは2段階は先取りしない、これを私は気をつけてます。例えばどういうことかって言いますと、着物って合わせから一重に変わって一重から薄物に変わりますよね。帯も同じです。一般的な帯があって一重帯があって夏帯が来ます。こういう順番を2段階は先取りしないようにするんです。例えば着物が5月にね結構暑い日やとします。でも合わせの着物しかなかったとします。で5月は合わせの着物を着ました。じゃあ帯どうしようかなって思った時に合わせの着物なのに夏帯しちゃったらちょっとちぐはぐなコーディネートになってしまうような気がするんですよね、私の感覚です。それはなんでかっていうと帯を2つ先取りしてしまってるから。なのでもし5月に合わせ着はるんやったら一重帯で留めといた方がいいんです。もっと先取りして夏の帯したいって思っても着物が合わせなんやったらちょっとストップっていう感じで1段階だけ先取りするのが素敵やと思います。例えば6月に一重の着物を持ってたから着ました。で帯も一重帯しました。そしたら帯揚げはちょっと先取りしてローとか帯揚げをするとかね。で半襟はこの動画でも詳しく話してるんですけど、もう私は5月ぐらいからローの半襟をつけてますね。で4月なんかでももう30度近い暑い日があると4月でも私はもう一重を着ちゃったりします。あのプライベートですよ、カジュアルシーンですけど。で4月にもう一重の着物を着ちゃったら帯は冬とか一重も兼用できるような帯をして、帯揚げと半襟も合わせ用のものを使うみたいなやとまとまるかなって思ってます。カジュアルシーンにおいては本当にどんな服装しようがコーディネートしようが自由なので、ご自分の快適性を優先させはったらいいと思うんです。自分自身の話で言ったら、私4月の205日ぐらいから一重を着てしまう年が多いんですけど、それは周りからもう一重なんとか言って言われたことは今までないですで思ってはるかもしれないんですけど、周りはもう半袖着てる日なんかやとねちょっと暑苦しいんちゃうかなと思って、あんまりきっちり着てるのもだから自分的にももう涼しい方が絶対楽やし、周りからの目もあ涼しげで素敵やなって思われたいなって思うんで、ちょっと季節を先取りするのがいいなって感じてます。で小物とかでこう夏物持ってへん方も多いと思うんですよ。私も夏用の帯揚げとか全然持ってなくって、帯締めもそうなんですけど、そういった場合生地にそれほどこだわらなくても私はいいんじゃないかなと思ってます。一緒に出かけはる人ですごく詳しい方とか着物のルールに厳しい人がやはるんであれば、ある程度ルールは気をつけた方がお互いにとって気持ちがいいと思うんですけれども、そうじゃない場合、ただ自分が好きで着物を着る場合やったら、例えば色味をねちょっと涼しきにしてみたりとか、生地は別にローとかじゃなくたって涼しそうな色のものを選んだり、スカーフを使ってみたりとか、見た目に気持ちがいいか、そして自分が快適かどうかに重きを置くといいんじゃないかなと思います。ちなみにここには帯締めは書いてないんですね。なんでかっていうと帯締めをここに入れるとぐちゃぐちゃになって見えにくいかなと思ったんで、帯締めはこっちの動画見てください。ここで季節とか太さのルールとかを説明してます。でさっき言ったポイントの1つ目、2段階先取らないっていうところなんですけど、もう一つ実は私気をつけてるポイントがあって、それは帯締めと帯揚げの季節感は統一するっていうのを心がけてます。帯締めと帯揚げって色味を統一するとよりフォーマルっぽくなるんですね。
逆に色全然違うのにしたらカジュアルダウンすることができます。季節感についても同じことが言えて、帯揚げを例えば今日もしてるんですけど、ローの帯揚げにした場合、帯締めは今日みたいに三分紐やったら真夏も使えるんで三分紐にしたりとか、組の粗い夏っぽいものを合わせたりとかすると全体のムードが合うと思います。着物の季節のルールについては本当に時代とともに変わっていきますし、北海道と沖縄じゃ全然ルールが違うの当然ですよね。なのにこうやって一つの教科書みたいなものが存在するっていうのは、着物が日常着ではなくなっているっていうことですので、着物を日常着として楽しまれる方はあまりがんじがらめになる必要はないと思います。自由に自分の物差しで選ばれてはいかがでしょうか。私は段階的に季節を先取りしていくのが好きです。というわけで今回は着物とそれにまつわる小物の衣替えについて私の意見をご紹介させていただきました。あくまで私の感覚ですので、皆さんもいろいろそれぞれ思ってはることとか美意識みたいなものがあると思います。それで全然いいと思います。答えはありませんので、皆さんのご意見やご感想はコメントでどしどしお寄せください。私もとても勉強になっています。この動画の他にも着物の着方とかちょっとしたコツなんかをたくさん発信してますので、よかったらチャンネル登録して動画見てください。高評価ボタンを押してもらえると嬉しいですし、コメントをいただけるのが私は一番嬉しいです。以上、素直でした。バイバーイ。